い、こんにちは。今日は2020年静岡大学の問題です。問題はこちらです。PQ を異なる素数として、括弧1、PC1、PC2、点点点の PC、P-1 は、いずれも P の倍数であることを示せ、括弧2はすべての自然数 N で、N の P 乗 -N は P の倍数であることを示せ、括弧3はすべての自然数 N で、N の括弧 P-1、括弧 Q-1、プラス1乗 -N は PQ の倍数であることを示せ、といった問題ですね。これは括弧2が、これフェルマーの小定理っていうやつで、これを証明するために括弧1の誘導がついているよと。そしてこの括弧2を使って括弧3を示してくださいねという流れであります。まずは括弧1なんですが、これは PCK と、これ K を1から P-1 としてあげればこんな風に置けますよと。これっていうのは階乗の形で書くと P の階乗、K の階乗、P-K の階乗分のという形になりますね。これが P の倍数だっていうことを示したいので、この P を1個外に出しましょう。ここの P を1個外に出すと、P-1 の階乗、K の階乗、P-K の階乗分のと。こういう形になりますね。で、今これが PCK ですよと。PCK っていうのは P 個のものから K 個のものを取り出す場合の数ですよね。この組み合わせだと。場合の数ですから、これは整数ですよと。でこれ整数。そして P も今素数ですので、これ整数ですよと。ということは、これ、整数×整数で整数になるので、ここは整数になりますよね。これ、分数の形なんですが、まあ、結局割り切れて整数になるよということです。で、あとは、今、この K を、今、1から P-1 としてあげましょうか。1以上、P-1 以下の K を、これ、整数としてあげると、そうすると、ここの K っていうのは、今、P と、まあ、互いにそうですよね。P は、素数なわけですから、この K っていうのは1から P-1 っていうことは、P より小さい、整数だと。つまり、じゃあ、例えば P を7とすれば、K というのは1から6の値を取りますよってことですね。そうすると、この階乗を取ったところで、この7とこれらの階乗っていうのは互いにそうですよね。割り切るものはないよと。これ素数なので、ここで割り切ることはないと。で、同様にこっち側も、ここからちょっと引いたものですから、この中の数だと。で、これも割り切ることはないですね、ここ。ということは、この分数の形になってるんですが、この分母が、割り切れて整数になるわけなんですが、こっち側で割り切れて整数になりますよということですね。この P とは互いにそうだということですから、ここは関わらないよと。じゃあ、ここで割り切れて整数になるということですから、この P は生き残るわけです。ですので、P かける整数っていう形ですから、これは P の倍数だということが言えますよと。これは P の倍数。つまり、この K をこの値、1から P-1 で取ったときに、これっていうのは P の倍数だということが言えて、これで括弧1はおしまいです。続いて括弧2です。これはすべての自然数 N でってことですから、これ数学的機能法でやっていきましょうか。じゃあ N イコール1の場合はっていうと、これ1の P 乗引く1ですね。まあ、これは0ですよと。まあ、0っていうのは P かける0ですから、これ P の倍数。ということで、これは成立していますよと。じゃあ次 N イコール K っていうところで見ていくと、これ K の P 乗引く K ですね。これが P の倍数と仮定しましょう。つまり合同0ですね。もっと P。P で割った余りが0ですよと。これは P の倍数ですよと。こういうふうに仮定しましょうと。こう仮定したときに、この K を K プラス1にしたもの。ここの K を K プラス1にすると、K プラス1の P 乗マイナス K プラス1ですよね。これが P で割り切れるよと。これを示したいってことですね。じゃあ、これを示したいわけですから、今ここの部分を展開していきましょう。これ2項展開すると、1の P 乗は1ですよ。プラス PC1 かける K ですね。かける1の P-1 乗ですけども、1の何とか乗ですから、これ1になるよと。こうなるよと。で、プラス PC2 の K の2乗ですね。で、こんな風になっていって、PC、P-1 の K の P-1 乗、プラス K の P 乗と。こういう形になります。で、今これっていうのが今これですよ。あとここがありますね。マイナス K マイナス1がこれにはつきますよと。でそうするとあとこれは P で割った余りを考えたいので、ここの部分っていうのは全部括弧1の結果から、これ P の倍数ですよね。PC1、PC2、PC、P マイナス1があるので、ここは P の倍数。つまり P で割った余りは0ですよ。ここ0になりますよと。今ここから合同式で変えて、ここは0ですよ。P で割った余りの部分だけを見たいので、ここが全部0になって、あと1とマイナス1でここも0になると。つまり残るのはこことここだけですね。K の P 乗引く K。これが残りますよと。で、これっていうのはこの仮定を使えば、P の倍数ですね。イコール0。合同0になりますよと。ということが言えて、これで、これが
50と P の倍数だということが示せたので、これで括弧2はおしまいです。続いて括弧3です。今度はこれ PQ の倍数だってことを言いたいので、 P の倍数かつ Q の倍数ってことですね。ですので P で割り切れるよ、そして Q で割り切れるよということが言いたいよ。つまり N のこれ P-1 乗と Q-1 かけてプラス1乗マイナス N っていうのが元 P で0になるよと。 P で割ったあまり0ですよ、これが言いたいよと。そしてかつ次 Q で割ったあまりも0ですよっていうことが言いたいよってことですね。じゃあまず P で割ったあまり0、これを示しましょうと。これを示すと。で、まずここの部分なんですが、これさっきのこの結果使うと、つまり N の P 乗マイナス N っていうのが0ってことですね。もっと P で。P で割ったあまり0ですよ。P の倍数ってことはこうですよと。で、これこっちに持ってくると合同 N になりますね。つまり、これが使えますよと。括弧2の結果からこれはこうなりますよってことが言えてるよと。これを使いましょう。N の P 乗合同 N。もっと P でですね。これを使いましょうと。そうすると、今これを使いたいので、ここに P-1 になってるんですが、これ P をこれかけて、この状態を作っていきましょう。そうすると、まずこのプラス1は外に出して、N かける、N の、あとここですね。P かけるこれと、これかけるこれに分けましょう。P かける Q-1 乗と、マイナス、これですね。Q-1 と。このように分けましょうか。今、これかけるこれと、これかけるこれに分けましたよと。であと、プラス1は外に出して、n の1乗ですね。でこれかける、これかける、これと。マイナス n ということになります。で、これっていうのは、n の p 乗っていうのは n ですから、ここ n に置き換えると、n かける、ここ n の q マイナス1乗なんですね、これ。で、かける、n のマイナス q プラス1乗。で、マイナス n ですよ。で、ここの部分がちょうど、これ指数、の足し算ですね。これとこれの掛け算ってことは指数の部分足すので、これちょうど0乗になりますね。ここの部分が n の0乗で1になるよと。でここ1になるので、結局これは n ですねと。で、マイナス n ですから、これは0になるよと。ということで、p で割ったあまり0ということを示すことがこれでできましたよと。で、同様に q においても成り立ちますよと。pq、これ今対称性があるので、q においても同様の議論で成り立ちますよと。同様に、もっと Q でも0を示すことができますよと。様式がですね、与えられた式っていうのは、これは合同0ですよということが言えて、P の倍数かつ Q の倍数が言えて、これで PQ の倍数だということが言えますよと。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。